敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S、 容量管理。速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。司令部より各ヨルハ部隊員へ。地上に降下したら事前プログラムに従い作戦を自動遂行してください。情報漏洩。2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかったこの戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。対象は電波状況のいい高いところにいると推察され。了解。防衛システム稼働率低下を確認。もう少しだね。
ないようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。対象の外見は通常個体と同じなので注意してください。ただ対象に接近すればマーカーが表示されます。なんだかあいつらどんどん賢くなってるような気がするな。しまった。 9S 命令はハッキングであって撃破ではありません。壊してしまうと再配備されるので意味がないからです。敵の視界の後ろからそーっと迫ってギュッとハッキングしてください。わかってるよ。ギュッとハッキングってなんだ。ああ、また破壊してしまったんですか。ギュッとハッキングするんですよ、ギュッと。交代の敵が配備されると思うので次こそはお願いします。了解です。9S へ、聞こえますか？聞こえます。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。あ、忘れてた。君の戦闘データが未納だからスキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。これで分担は全部かな。推奨、戦闘状況が悪化する前に 2B と合流。分かってる。2B との合流地点を地図にマークと。しまった。